お侍、お頼みしたいことが。どうした？私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか？病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。病の話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく菰田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良い薬師のようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く、丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それから薬師を志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早くもをよこせ。そんなものはない。一緒だ。このさらってかかってこい。危ないところを助かりました。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病原は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども、堂々たる態度で丁重に頼めばおそらく。あのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振るう前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。生粋の薬師だな。来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない。俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。ただの湯だ。カゴは空だ。藁の束。野生のキノコをかじった跡がこれだな。薬師に知らせよう。いかがでしたか？キノコを食ったようだ。このバカ、なんてことを。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか？あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を。畑にまかれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強い半夏を取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。こちらです。半下はあったか？ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせて。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。どちらへ行かれるのです？大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる？もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか？口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒がゆえんであると分かることもなかった。ですが毒の出どころまでは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか？ええ、半下さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。heard you. You're the kid! 勝負しろ。 逃がしてやる。湖は安全だと聞いたのですが、誤りでした。猛虎は岩の下の道で待ち伏せして、そこを通る者を襲っていたんです。知恵者がおるようだ。捨ておけんな。どうぞお気をつけて。兵が大勢おりました。いざ勝負。かけろ、そら。堺様、検事、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれて、もう腹ペコ。あっしらだと、お前の畑なのか。あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ。数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか。それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった。あっしはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽、猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あっし、あなた。お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様来ましたよ。ウディギンタルギンダッチ。あ、そうだ、全部やる。ほら持ってけ。バステルモリガー。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマタッモルピクニックボルソ。あいた。堪忍してミヨ。おい。まさかうまくいくとはな。Sermon bei Starla. Arçin! Yine kesin honor bayno metedir. Albarçala! Hanoy! Erten baygayo! Yumdur!信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、検事に知らせてくれ。検事？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつがまいた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。検事、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の者が捕まって、食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いや間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった。助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。